仙台市中央卸売市場では、正月の縁起物、千両の競りが行われました。仙台市中央卸売市場で開かれた千両市では、茨城県や千葉県などで生産された17万本が競りにかけられました。千両は富と財産の象徴とされ、また美しい赤い実は不浄なものを清めると言われています。今年の千両は生育が良く、入荷量は例年より2割ほど増えました。また実が大きく数も多い高い品質となり、価格は例年に比べ1割ほど高くなりました。本当にここ数年ないぐらいのいい状態のものが入荷しておりますので、ぜひお買い求めしていただければと思います。競り落とされた千両は今月下旬に県内の青果店などに並びます。